ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ポケモリの釣り大会が始まったんだけれども、どれや、釣り大会、釣り大会応援パック、なぜ魚政さんじゃないなぜ魚政さんじゃない。秋の渓流釣りチャレンジスペシャルチャレンジ開催中。これも釣り関係のやつよね。食欲の秋ですね。なみなみ川でスペシャルチャレンジ秋の渓流釣りチャレンジを開催します。今回チャレンジ期間限定で登場する魚はこちら。え、この一匹だけ。大岩菜。秋の渓流釣りを楽しみながら素敵な商品をゲットしてくださいね。ふんふん。チャレンジ期間は10月8日から10月11日。トアミでも期間限定の魚が取れちゃいますよ。トアミ、中型トアミ、大型トアミ。ふんふんふん。で、釣り大会。釣り大会、カボチャフェスティバル？釣り大会までパンプキングに。待ちに待ったハロウィンの時期を盛り上げるために釣り大会をジャックしたかも。ジャックされてる。潮風ビーチにパンプキンがやってきました。うん。大会の魚をたくさん。え、待って、あれ、なんかあれやん。マリオとかに出てきそうなやつやん。あんなん出てくるよね。大会の魚をたくさん釣ってパンプキングに届けましょう。届けた魚の数や合計サイズによってトロフィーや商品、シーズンイベントのイベント素材がゲットできますよ。すごい、なんかかわいい。え、なにあれ、タヌキチ？ね、タヌキチのカボチャみたいなのあるんやけど。え？かわいい。大会の魚もハロウィンにぴったりのデザインになってるんだかべよ。で、釣り大会のイベント期間は10月10日15時から17日14時59分まで。とっておきの商品を目指そう。あ、あれマスター？あ、なるほど。どういう感じになっとんかと思ったら、マスターカボチャやん。すげえ。マスターのカボチャとピカピカの元の地図。あー、なんかなんやっけ？ジョニーの、アップデートのやつで、悪くなったって言われてる。アップデートのやつで、ピカピカの元を大量にこう、使ってしまった人たちが、補填をしてほしいって言ったけん、ここで補填していく感じなんかな。なるほどね。金の魚トロフィーランクアップ後にも、まだまだ釣りたいキャンパーさんに朗報。合計サイズが指定のサイズに到達するごとに、とっておきの商品がランダムで一つ。今回のとっておきの商品はマスターのカボチャとピカピカの元の地図。私的にはマスターのカボチャが欲しいな。一応、トアミの名前はウオモサのトアミのままなんよね。パンプキングのトアミではない。なるほど。ってことは今回は、あれなんよね。パンプキングで、ウオモサさんはいらっしゃらないと。いらっしゃらないと。そういうことなのね。なるほど。まあ、それじゃあ、釣り大会参加していきますか。釣り、ちょっと待って、風船取っとくね。はい、オッケー、オッケー。そして、釣り大会に行きます。潮風ビーチ、出発。はい、潮風ビーチ到着。おー、パンプキングだわ。この間いなくなったばかりのパンプキングだわ。トリックはトリート。ほう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 。私はパンプキング。待ちに待ったハロウィンの時期を盛り上げるために釣り大会をジャックしたかぼ。大会の魚もハロウィンにぴったりのデザインになってるんだかぼよ。ということで、釣り大会カボチャフェスティバルスタートかぼ。で、君は釣り大会は初めてかぼ。詳しい説明聞くかぼ。簡単で。今回の釣り大会での合計サイズの目標達成の商品は、じゃじゃーん。商品リストね。基本的にカボチャマスクなんやね。しずえのカボチャかわいい。え、絶対ゲットしたいやつやん。しずえのカボチャ、たぬきたちのカボチャ？たぬきちって言ってあげて。タヌキたちのカボチャ、パンプキングの特大カボチャ、なんかそういう、何？カボチャマスク以外のカボチャたちが欲しい。で、マスターのカボチャ。なるほど、こんな感じ。
オレンジボーンフィッシュ、グリーンボーンフィッシュ、パープルボーンフィッシュ。この3匹が今回の釣り大会の魚ってことか。なるほどね。そしてハロウィンチャレンジは、じゃじゃじゃーん。ふんふんふん。最近さ、あのツイッター上でも、なんか言い寄る人とかおったんやけど、こういう、チャレンジだとか、そういうので、もらえるリーフチケットの数減ってない?めちゃくちゃ減ってない?いや、前まで10枚とかね、あった気がしたんやけど、最近3枚とかさ、いや、たまに1枚とかの時あるんよ。いやのにね、こう消費していくリーフチケットは50枚だとか、250枚だとか、多いよね。え?何?怖い。大会の魚がたくさん取れる魚政の投網をプレゼントしちゃうかも。お試し用だけど便利だから使ってみてみるかも。これ最初の釣りの時は結構いっぱい釣れるんよね。あ、オレンジボーンフィッシュ、グリーンボーンフィッシュ、パープルボーンフィッシュ。こんな感じ。え、結構なんか可愛いんやけど。なんかマリオのに比べたらだいぶ可愛い感じかな。でもなんかこういうの釣るの難しくない?まあ食べてくれるんやろうけど。骨に引っかかって釣れたりとか。そういう感じ。可愛いな、カボチャ。めっちゃ可愛いな。いいやん、いいやん。私は、今回も、金の釣り竿はちょっと使わずに、行きます。最近使ってないよね、全然。もう、ゆるく行ってるので。ゆるく行ってるので。じゃ、とりあえず魚釣っていこうか。はい、これ釣り大会の、魚ね。ほっ。やったー、2匹ー。目光りよる。オレンジボーンフィッシュが2匹も釣れちゃった。まあ、これは、必ず2匹釣れるやつよね、確かに。早速釣ってきたかもね。さあ、飼っている魚、大会の魚を私に渡すかも。この釣り大会中は結構、自分のキャンプ場におる動物たちもね、お願い事を聞いた後のお礼で、釣り大会の魚をくれたりとかするけん。ん?お礼でやったっけ?違うな。普通に会話した時の流れでか。あれ結構助かるよね。合計サイズの目標達成かも。それじゃあ商品を授けるかも。じゃじゃーん。ん?お、やったね。飴もいっぱい集めていきたい。ほう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 。初めての商品ゲットかもね。よくやったかも。それじゃあまた釣りたいから魚を釣ったら持ってくるかも。あ、これもや。あ、遠くに投げすぎた。あれはね、ちゃんと、この釣り大会の上り、旗も、ハロウィン仕様になってるの?いや、色だけかな。お、グリーンボーンフィッシュ。一番大きいのはパープルやった?大会の魚もっとたくさん釣りたくない?金の釣り竿なら絶対に引き釣れるよ。こういうね、誘惑ね。いや、しかし私はリーフチケット節約してるの。リーフチケットは、あっちの、なんだった?フォーチュンクッキー。フォーチュンクッキーに使おうと思って。グリーンボーンフィッシュを釣り上げた。私思うんやけどさ、こういう、まあ、いわゆる、フォーチュンクッキーって他のアプリゲームでいうところのガチャなわけやん。だいたい10連いけるやん。フォーチュンクッキー5連よね。そこもなんかね、消費するリーフチケットが、250やったっけ?で、多い割には、5つしかゲットできないという、ちょっと、なんかね、ちょっとなんか、辛って思うんやけど。もっとリーフチケットを配布するか、使うリーフチケットの数を減らすか、もらえる家具を増やすか、していただきたい。していただきたい。まだ現れる?普通に釣りに来た人とかさ、あんな骨、骨釣り上げたらビビるよね。よし。はい、オレンジ。オレンジ率高いな。やっぱちっこいのか。で、最後に、魚政さんの、投網。さあ、これで、どれだけ取れるか。あ、パープル1個来た。
やったね。一個、一匹。はい。私のしもべアイナ、ちゃんと魚を釣ってるかぼ？釣ってるよ。はい、持ってきたよ。食べるんかな、上松さんみたいに。おー、いっぱい持ってきたかぼね。それじゃあ、サイズを測るかぼ。いや、でも骨やけんね。食べんか。え、何しに集めようんやろ。そしたら。ウオマサさんは自分の食料的な感じやんか。え、パンプキングは？合計サイズの目標達成かぼ。それじゃあ商品を授けるかぼ。じゃじゃーん。グリーンかぼちゃマスク。そしてレッドかぼちゃマスク。パープルかぼちゃマスク。おお、かぼちゃマスクいっぱい。そしてハロウィンの飴と。ほう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 、欲しい商品は手に入ったかぼ。しもべがハロウィンのイベントを頑張ってくれてるから、私感動してるかぼ。これからも大会の魚を釣って釣って釣りまくるかぼ。なんか楽しいというか余興的な感じなんかな。ハロウィンに向けての。はい、そして受け取っていくよ。あ、なんかこれあれかな、もらえるリーフチケットをこういうチャレンジでもらえるのが減った代わりに、こういうすごいリーフチケットの地図とかが出てくるようになったんかな。これ多分30枚ぐらいもらえるやつやろ。ただお金がめっちゃかかるんよね。ベルが。円ではないんやけど、ベルがめっちゃかかるんよね。現ベルを集めて、すごいリーフチケットの地図を使っていかねばならんという、そういうやつだ。ベル結構あるようで、マップとか行ったら速攻で使い切るけんね。辛い。辛い。さあ、ということで。じゃ、最後に。最後に、何かしら。これ、最近出たんよね。チャペルウェディング、ダークリリー。どうしよっかな。フリルのマジカルナイト、ラッキーのハロウィンタウン。あ、やっぱハロウィンで行く？ここは。可愛いのに行きたいという気持ちはものすごくあるのだけれど。いや、まあ、全部可愛いんやけど。全部可愛いんやけど。とりあえず今回は、もう、ハロウィンが近いということで、ラッキーのハロウィンタウン、ちょっとこれ引いていきます。250枚さよなら。ここまで貯めてきたリーフチケット。ポイントカードも全然たまらんしね。どこで買ってんだ、通販か。風邪をひいたけど1日で治った。はい、手に入ったアイテムは怪しく光るお化け、かわいい。かわいい。そしてハロウィンタウンの街灯、これもかわいい。あれやな、なんか寄せ集めたら怖い感じの雰囲気になっとったけど、一個一個のアイテムかわいいね。ハロウィンタウンのフェンス、あれは、あれか、なんか外観とか、見た目、なんか周りも変えとるけんかな。不気味に見えたの。魔女帽子の家、これだいぶ変わりそう雰囲気。でも星4つ、星4つか。街灯2つはバランスいい感じかな。でも柵も2つ欲しかった。いやでもそれ言ったらな、うん、かぶりはあんまなくていい。なるほど、こういう感じです、今回のは。え、一番上星5よね。あ、埋まった。やったね。でも一応私ポイントカード4枚までは溜まっとんか。なるほど。まあ4枚まで溜まったって言っても全然あれなんやけど、これなんか貯めてもね、もったいなくて使えんくない？あ、これがさっきのやつの一番いいやつ、星5のやつ、ハロウィンタウンのお屋敷。へえ、なるほど。もういろいろ欲しいのがいっぱいあるんよ。リーフチケットあと61枚しかない。あと61枚しかない。つら。あ、そっか、ハロウィンチャレンジなんかクリアしたっけ。はい、それじゃあ、ん？これまとめて受け取るとかないんか。はい、オレンジボーンフィッシュ。
じゃない、オレンジのハロウィンかぼちゃ。かぼちゃだらけになるよ。はい、これもかぼちゃ。で、これもかぼちゃ。イエーイ。ま、オッケーでしょう。こんな感じで。こんな感じで、合計サイズ。次ゲットできるのが、とりあえずここまでゲットした。あ、次はもうファンシーの元か。見て、ファンシーの元がゲットできたら、もう次からしずえのかぼちゃが手に入る可能性が。それはゲットしたい。ぜひともゲットしたい。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、ついに釣り大会まで。パンプキングが、もう今月のイベントは全てパンプキングかな。お知らせのところパンプキングだらけやったもんね。魚政さんがついにいなくなってしまった。まあ、多分また次回から復活するんやろうけど。